皆さんこんにちは、 B レジェンド小林です。今回は60分以上のトレーニングは筋肥大に悪影響なのかどうかということについて解説をしていきます。トレーニング真面目にされていて、まあ、YouTube とかね、SNS で情報収集してる方はこの話聞いたことある方いらっしゃるかなと思います。60分以上のトレーニングをすると筋肥大の効率が落ちてしまうんで、トレーニング時間は60分以内なるべく短くした方がいいですよと、その方が効率よく筋肥大できますよと、まあ、そういうことをね言ってる方もいるんですけど、実際のところどうなのかっていうことについてですね、私の見解をお話しさせていただければと思います。で、結論から言ってしまうと、60分を超えたトレーニングで筋肥大の効率が落ちることはないです。そんな60分以内にトレーニング時間を収めないと筋肥大の効率が落ちてしまうっていうことはもう全然もう怖がる必要ないです。気にしなくて構いませんので、しっかりと3分から5分、セット間の休憩時間をとっていただいて、必要な分のトレーニングをちゃんと完遂できるだけのトレーニング時間をとっていただければ、90分だろうが2時間だろうが全然60分をオーバーしていただいて何の問題もありませんので、気にせずにトレーニングしていただければと思います。で、まずなんでこの60分以上のトレーニングは筋肥大に効率が悪いっていうふうに言われ出したのかというと、そういうことを言ってる人の理屈としては、トレーニング時間が60分を超えて長くなってしまうとコルチゾールというホルモンが出てしまうと、でそれによって筋肥大の効率が落ちるっていうことなんですね。そのコルチゾールっていうのは、確かに大きなストレスを体が受けた時にそれに対抗するために体の中で、ね、分泌されるものなんですね。で、トレーニングっていうのも当然体にストレスをかける行為なので、そのストレスがかかる時間が長くなってしまえば長くなってしまうほど、コルチゾールの量も多くなって、コルチゾールの濃度が高まってしまって筋肥大の効率が落ちてしまうと。このストレスに対抗するとか、あとは体が炎症を受けた時にそれを治すために出るものなので、体にとってねいい効果も確かにあるんですけども、ただこのコルチゾールが出過ぎてしまうと筋トレやってる人にとっては良くない効果っていうのが出てしまうんですね。で、それが減量が停滞しやすくなる、体脂肪が増えやすくなってしまうっていうことですとか、筋力が落ちやすくなるとか、筋肉量が落ちやすくなるっていうことがあるんですね。まあ、だからそのコルチゾールが必要以上に高まらないように、トレーニング時間は1時間以内に収めましょうっていう理屈なんですけども、実はですね、今の研究ベースの考え方では、トレーニング中に分泌される程度のホルモンの量っていうのはあんまり筋肥大に関係ないんじゃないかっていうのが、まあ、主流なんですよね。実際にトレーニング中のコルチゾールの濃度と、まあ、筋肥大の関係を調べた研究っていうのもされてまして、その研究ではコルチゾールの濃度の上昇と筋断面積の増加に相関が見られたっていう結論になってるんですね。どういうことかと言いますと、コルチゾールの濃度が上がると筋肥大しやすいっていう結果が出てしまったっていうことなんですよね。だ、今まで言われていたコルチゾールが出ると筋肥大の効率が落ちるっていうのと全く逆の結果が出てしまったわけなんですよね。他にもですね、そのコルチゾールの濃度と筋肥大が関係がないっていうふうに結論をつけられる研究もあったりして、トレーニングによるコルチゾールの濃度の変化と筋肥大の関係っていうのは実はよく分かってないんですよね。この研究結果だけをもってして、いや実はコルチゾールのっていうのは筋肥大と全く関係がないから絶対気にしなくていいですよっていうこともできないですし、逆にじゃあコルチゾールが出たら筋肥大の効率が落ちるからコルチゾールが出ないようにしないとダメだっていうことも言えないわけなんですよね。じゃあ理想的なねトレーニング時間っていうのはどういうふうに考えたらいいんだろうかっていうと、まあその他にいろいろ分かっていることがあるわけなんですよね。そういうことも判断材料にしつつですね、考えていきたいなと思います。まあ今そのコルチゾールの濃度っていうのは実はその筋肥大との関係がよく分かってない、確かな根拠がないっていうふうに申し上げたんですけども、他の要素でいくと実はしっかり根拠が明らかになっている情報っていうのがあって、それがまず一番筋肥大に大事なのはトレーニングボリュームですよと。トレーニングの重量×セット数×回数、この総量というのをまあボリュームと呼ぶんですけども、1週間のこの総ボリュームが筋肥大に大きな影響を与えてくれますよということなんですね。そしてもう一つがトレーニングのインターバル
セット間の休憩時間を長く取ると筋肥大により効果的ですよ。これも根拠がしっかりとあります。このインターバルの長さを調べた研究の結果っていうのもたくさん出ていて、インターバルが長い方が短いインターバルよりも筋肥大の効果が高いですよという根拠もたくさんあります。で、これ考えていただければわかると思うんですけども、トレーニングボリュームが大事ですよと、重量かける回数かけるセット数、この総量が大事ですよということであれば、休憩時間は長い方は2セット目3セット目によりたくさんの回数できるわけじゃないですか。10秒休んで2セット目に行きますっていうよりも、1分、まあもっと長く3分とか5分とか取ってから、休憩時間を取ってから次のセットに行った方がたくさん上げられるっていうのは、まあ想像すれば分かりますよね。で、研究ベースでいくと、1分よりも3分から5分ぐらいのインターバルを取った方がより筋肥大に効果的だっていう研究結果が出てるので、しっかりと実はインターバルは長く3分から5分取った方が筋肥大はしやすいんですよね。インターバルの時間が長くなるということは、それだけトレーニング時間も長くなるということなので、トレーニング時間は長くなってしまうんですけども、トレーニング時間が長くなってコルチゾールが出てくると筋肥大にどういう影響があるのかっていうのはまだよく分かってないということであれば、しっかりと根拠のあるそのトレーニングボリュームが大事ということと、トレーニングの休憩時間インターバルを長く取った方が筋肥大には効果的ですよということを、まあ優先していただいて、しっかりと必要なトレーニングボリュームを稼げるだけの種目数セット数を設定していただいて、そしてしっかりとボリュームが伸ばせるように3分から5分のインターバルを取っていただく、それで必要なトレーニングをちゃんと完遂できるようにやっていただくっていうのが、まあ一番ですね、今の時点では筋肥大にとって一番効率がいいんじゃないかなと思います。それでこう自分にとって理想の種目数とインターバルでメニューを組んだ結果、1時間以内で終わりましたなら全然いいんですよ。で、まあその結果90分かかりましたとか2時間かかりました、それでも全然いいんです。ただ理想のトレーニングをしたら90分かかるところをコルチゾールを出したくないからっていうことで、無理やり縮めてインターバルを縮めたりとか、セット数を減らしたりとか種目数を減らしたりとかして、無理やり1時間に縮めてもあんまりいい結果が出ることは少ないんじゃないかなというのは私の考えです。やっぱりそのトレーニングのボリュームとトレーニングボリュームを確保するためのインターバルっていうところをしっかり優先していただいて、トレーニングメニューを組んでいただくのがいいんじゃないかなというのが私の結論でございます。ということで、今回は60分以上のトレーニングは筋肥大に悪影響なのかということについて解説をしていきました。巷で言われている60分以上トレーニングするとコルチゾールが分泌されて、コルチゾールの濃度が高まって筋肥大の効率が落ちるっていうのは、実は科学的にはよく分かってない部分が多いですと。まあ、なのでしっかりと自分に必要なボリュームを稼げるだけのトレーニング内容でメニューを組んでいただいて、しっかり時間をとってトレーニングしていただいた方が、むしろトレーニングの効率は高まりやすいですよと。自分にとって理想のメニューを組んだ結果60分を切るトレーニングになる場合もありますけども、その場合はもちろん問題ないですし、理想のメニューを組んだ結果90分120分と60分を超えるようなトレーニングになっていただいても全然問題はありませんので、しっかりとご自身にとってベストのトレーニングメニューを組んでやっていただきたいということでした。ということでね、今回の内容が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Bレジェンド公式 LINE では毎日お得な情報を配信しておりますので、概要欄のリンクをタップ、クリックしていただいて登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。